みんなの帰りたい気持ち、みんながふるさとに帰れたことを思い浮かべた時の嬉しい気持ち、そして昔壊れてしまったあの星で友達や家族だった仲間、地球に暮らすみんな、宇宙に暮らすみんなが幸せでいられるように祈る気持ちは地球の栄養です。リーダーは言わなかったけれど、みんな心の奥で気づいていました。栄養は目には見えない透明な気球だったのです。透明な気球は地球をぐんぐんと引っ張り上げます。地球はみんなのふるさとの星に向かって宇宙に浮かび上がります。でも帰りたかったふるさとの星は壊れてしまってもうありません。地球はどこに向かっているのでしょう。みんなは祈っても、もうダメだ、もう疲れちゃったよとしょんぼりしてきました。もうダメなんじゃないか、全部無駄だったのかもしれない、諦めかけたその時、ん？あれはなんだ？何かが見えてきました。